こんにちは、小泉明郎です。この度は、マンブロプロジェクト009で展覧会参加をさせていただくことになりました。2つの、ビデオ作品を、出展します。基本的にはもうこういう映像作品を作り始めてから今までずっと変わらないところが1つありまして、それというのはもうカメラ、ビデオカメラここにもありますけれども、ビデオカメラの前で何が起こると面白い映像ができるんだろうというところを今もこれからも多分忘れずにいかなければいけないところで、で最初のうちは僕は自分の出る作品を作ってたので、自分でそれを常にやってたんですね。でこうしたらもうちょっと面白くなるんじゃないか、こうしたら面白くなるんじゃないかということをずっと最初はやってたんですけれども、あの途中から自分じゃなくて、じゃあ今度はじゃあ白木さんこちら来てくださいって言って、白木さんを前に立たせて、で何をじゃあ白木さんにしていただいたら面白いのか、じゃあどういうことを教えてっていうことを追求するっていうのは今までずっとやってきたことですし、この2つの作品、今回お見せする展示させていただく2つの作品でも同じですし、多分これからでも、多分今1対1でしかない、カメラと自分と出演者の関係でしかないんですけども、これからは、まあ、これからどんどん進んでいくべきは、多分自分でカメラで複数の人がいてっていう状況をどういうふうにコントロールするというのもちょっとおかしな話ですが、その状況でいかに作品を作ることができるかというのが多分これからの自分のチャレンジになっていくと思っています。ちょっとしたそれぞれの作品がそれぞれちょっとした装置だと思っていただければいいかなというか思います。でクーラー、夏が暑いのでクーラーをつけますよね。でクーラーをつけるとクーラーは体を冷やしてくれる装置なので、と同じような感じで私の作品を作るって、けどいやそうか、クーラー作りをする人はいかに性能のいいクーラーを作るか、いかに今だと省エネであって効率よく、快適にクーラー冷やしせずに快適に冷やすかというのを皆さん、日々技術者の人たちは、追求されていると思うんですけど、私の場合はクーラーではなしに、まあ、映像という装置ですね、映像というここに装置があって、これでいかにその人々を見ている人の心と、まあ、ある意味コミュニケーションして、そのコミュニケーションからするところから始まって、その見ている人の心を、まあ、動かすかというか、動かしたり、こっちにやってみたり向こうにやってみたりっていうふうにできるかという、そういう装置を今回違った風を送る2つのクーラーにあるようなもの でそれを見ていただいてという感じだと思います。それで、まあ、いろんな刺激が装置から流されてくるので、その刺激を受け止めるないはもう皆さんの自由ですけれども、そういうのは受け止めてあることを感じたら、まあ、まず感じていただいて、その先に何か思考があるのかどうなのかというのを前に、まあ、それぞれの作品を感じていただけたらいいなと、はい、作品、そうですね、そう思います。はい、ありがとうございます。